こんにちは。前回の動画で、イモムシの動きを遺伝的アルゴリズムで調整し、前進させることに成功しました。今見ているのがそうですね。今回は、この同じイモムシを、強化学習で前進させてみたいと思います。では行こう。複数の環境を用意して、危険を共有することで、学習の効率を上げます。筋肉の強さ、関節を動かす頻度は遺伝的アルゴリズムの時と同じにしています。強化学習の場合は、前進するごとに報酬がもらえるようにすることで、イモムシくんは報酬がたくさんもらえるように学習していく感じです。しばらく学習し、途中経過を見てみましょう。こちらが20分くらい学習後の様子です。うねうねして全身を頑張ろうとしていますが、コツをつかんでいない感じですね。まだまだ学習を進めます。1時間学習後、素晴らしい動きを見せてくれました。波打つようにというか、体をしならせて一気にジャンプを繰り返しているような進み方ですね。砂漠とかをすごいスピードで走っている姿を想像できます。ちょっと体勢を崩しても、その時の状態に応じて関節を動かし、柔軟に対応できるのが強化学習の強みですね。ちなみに、前回の遺伝的アルゴリズムでは、10個の姿勢を単純に繰り返していただけでした。すでにいい感じですが、さらに1時間学習させました。その結果がこちらです。めちゃめちゃ美しいです。測ってみたところ、50メートル走、13秒くらいの速さでした。いい感じだなぁと思って見てたのですが。ここでつまずきます。すぐ立て直すかと思いきや、全然ダメでした。ひっくり返った後の戻り方は、学習してませんでしたね。遺伝的アルゴリズムのイモムシと競争させてみます。上が遺伝的アルゴリズムで、下が強化学習です。見ての通り、今回は強化学習の方が圧倒的でした。まあ各アルゴリズム、得意不得意な問題、パラメータの調整など、いろいろありますので、絶対にどっちの方が良いとは言えません。でも、同じ問題を別のアルゴリズムで解いて、見比べるのは面白いですね。皆さんはどっちのイモムシが好きですか？